ところにお願いします。ありがとうございます。まず、今回のスペシャルプロデューサーの、加藤さんから皆様の方に、一言お願いいたします。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。本当に可愛い子がいっぱい詰まった写真集なので、たくさんの方に見ていただきたいと思うので、今回はよろしくお願いします。お願いします。はい、発売から数日、経ちましたけども、皆さんの反響の方はどうですか？どうです、言ってくれますか、ファンの方とか。聞きます。意外に、なんか意外に意外にっていうか、結構可愛く写ってたねとかいつもよりいつもよりなんかこう、私の中では結構セクシーなつもりだったんですけど、ファンの方から別にそんなセクシーじゃないよって言われたんですけど、いつも通り元気な感じの私を写してもらってるので、すごく嬉しいです。千秋さんの方いかがですか？私はなんかすごいファンの方からもそうなんですけど、メンバーからもなんか私のカットの1人5ページぐらいあるんですけど、私のカットの部分がすごい写真集っぽい、でなんか唇の寄りのポーズがあったりとか、写真集カット寄りなのかなっていう感じで思ってるので、そこを注目してもらいたいですね。ありがとうございます。では皆様、あの質疑応答の方ございましたらば、どうぞよろしくお願いします。ないですか？ないというか、プロデューサーという肩書きについてはどういうふうに思われますか？そうですねごますらないでも本当にこうやってメンバーがメンバーを選んで写真集させてもらうってことは、多分本当に滅多にないことなので。ないですよ。ですよね。なので本当にありがたいですし、本当に秋元先生に感謝しかないです。どのくらいまでかかってるんですか？これは選んだ、メンバーもですし、衣装とか、あと写真も選んだりとか、あとカラーの服を着てるページがありまして、そのカラーは私がメンバーに合う色を選んだりとかはしました。生写真でついてるやつ。そうですね。プロデューサーとしてなんか苦労みたいな感じ。なんか初めてこのなんかメンバーを選んで、もうバタバタ感を味わいました。やばい、できるのかな本当にっていう。発売日は決まってるしね。そうなんです、追い詰められるのを初めて味わいました。作る側。そう、作る側の私。秋元先生の気持ちが分かってます。分かりましたね、やっぱ大変なんだなっていう。締め切りがね。本当にメンバーメンバーです、メンバーです。加藤さんの選考基準っていうのは、いつもどういうところを見てるんですか、メンバー？いやー、もう、まあ、可愛さですね。あと今回は写真集なので、写りのいいメンバーをっていうのを。フォトジェニックな人たちじゃないですか。嬉しいです、スタイルでした。スタイル。じゃあ、それぞれおすすめのページってありますよね、その中に。あります。それをちょっと皆さんに一人ずつ見せてもらってもよろしいですか？見せていいんですかね。そのページはぜひ宣伝してもらって。スーちゃんの自分じゃない自分じゃないんです。スーちゃんの泡風呂、これあのお風呂カット2つ3つあるんですけど、まあ、それもレモンちゃんっていうあの市川みおりちゃんのやつともう全く違う、こうも違うかってぐらい。確かに16人トイレ、16人トイレ、16人トイレ、本当に違うページが、違うページがあっていいなって思うんですけど、その中でもスーちゃんの泡風呂がピカイチ光ってます、セクシーですね、かわいい。ゆりやちゃん自分の出すかと思ったら、まあ私は自分の出すんですけど、売り込んで、これですね、すごいハンバーガーを食べてる。ガチ食いだよね、これ。そうですね。こんなショットなかなかないと思うので、ガチで目つぶって。ちょっと美味しかった、ペロリ。そうですね。こっちはなんか普段の私っぽい感じで。うん、かわいい。なかなかイケてると思うんで。ぜひ、うちあたりがね、厳しいですけど。お願いします。お二人からご覧になって、加藤プロデューサーの手腕と言いましょうか。手腕は、わかりますか？仕事ぶり。でもこう、選んでる時も見てたから、結構、あ、そうそう、スタッフの方と打ち合わせ結構してたりとか
すごい忙しそうだなとは思ってましたけど、ね、撮影当日も結構メンバーのオフショットを撮ってくれたりとか、なかなかいいプロデューサーぶりでしたよ。誰でもなんか B にしか見えなくて、なんかもうメンバーと接するというよりは本当に毎日ゴマを吸ってどう、もうみんなそうですよ。でもみんなもうレナちゃんにゴマを吸って生きてましたね。どんなゴマ吸ってたんですか。いや、喉乾きました。言ってない、やってない、嘘ですよ。そういうことを でもまあやる。お菓子持ってきてあげたい。あ、それはあったかもしれない。最初の時でお菓子持ってきたい。お祭り聞くプロデューサーでしたっけ。あ、結構ちょろかったです。それで10位でしたね。結構ちょろめでした。ちょろかった。そんな佐藤さんのおすすめのページは。あ、私ですか。気になる。16人の中の誰がおすすめなんですか。私はですね、あの夏みかんなんですけど。え、16位このページのこれかわいい。待って、顔映ってなこれこれです。これが一番かわいい。あ、この二の腕のあたりかな。なんか、おしゃれ。いや、待って、顔映ってないよ、それめっちゃおしゃれだなって。でもなんか、照れて笑ってる。そう、なんか感じ、ははみたいなのが映ってないけどね、顔。きっと夏みかんも嬉しがってるでしょう。これです。かわいいね。これよりはこれ。これよりはこれです。はい、ない S なんですよね。B が厳しめですね。結構厳しめなんですって感じです。おすすめは今回佐藤さんが撮影した時期と場所はいつですか。なんか12月。そうですね、2回に分けて行ったんですけど、11月と12月の2回に分かれて沖縄で撮影してきました。沖縄天気とかはどうでしたか。沖縄で1回目よくなかった。そうなんです、1回目は結構曇ってて、なんだったら雨ちょっと降ってるみたいな感じだったんですけど、2回目はまあ2回目組ですね。晴れ女が多かったの。私結構晴れ女なの。晴れ見てました。ちょっと聞きたいのは、あの企画会議をショールームを通してやってて、これをじゃあ全く決まんないだろうなと思って見てたんですけど、それはどういうところでこう収束するというか、うまくこう写真集の形をできるようになった見込みがついたんですか。どういうところで。でも本当にスタッフさんみんなが私の意見をすごい聞いてくれたっていうのもありますし、もちろんファンの方の意見も取りつつ、この子はこういうの似合うだろうなっていう意見を結構述べたので、まあ、自分で意見が言えたから、まあ、まとまったっていうのは多少あると思います。じゃあ結構いっぱい喋った感じというか、メンバーについてですね。あと衣装さんと一緒に決めたりとかしました。わかりました。